おはようございます。PEMS、FEMS、Listen 2VOA、日本語、英語リスニング教材サイトです。戒厳令は、暴力が衰退するとき、騒がしいフィリピン南部で収束するフィリピン大統領ロドリゴ・ドゥテルテは、今年末までに、広大でしばしば暴力的なミンダナオという南部の島の戒厳令を解除すると最近発表しました。31ヶ月経って、当局が武装反政府勢力に優位な位置にあり、その貧困地域でもビジネスを繁栄させたいと望む兆候が見られます。戒厳令は、2017年以降ミンダナオ島とその周辺の海上で施行されています。外国の大使館は、まだミンダナオ島への旅行は控えるよう助言を行っています。そこでは時々外国人旅行者が誘拐され首をはねられています。アナリストによると、戒厳令を解除すれば島に比較的平穏な期間が続きます。そうすれば投資家や観光客の間でのミンダナオの評判を改善するという呼びかけにも応えることになります。3年経って、テロ活動の性質と範囲は変わった、と、フィリピンのマニラ首都圏大学の国際関係助教授であるヘネリト・セビージャ氏は語りました。ミンダナオの平和と秩序の状況は、過去3年間の政府軍の大規模な活動により比較的回復しました。と彼は言いました。セビーラによると、戒厳令は今年、特に経済発展を望んでいる地元の指導者らの間で政治的、経済的魅力を失った。反政府勢力に滅多に打撃を受けないダバオ市の市長及び市議会は、今年初めに数人の大使が法律が事業を行うコストを引き上げると言った後で、戒厳令に反対を表明しました。実際にそれを求めているのはビジネスです。と、マニラ首都圏に本拠を置く擁護グループである政治及び選挙改革研究所のエグゼクティブディレクター、ラモン・キャシプルは言いました。例えば、ダバオでは、投資を増やすインセンティブとして、また観光客が入ってくることを彼らは見ている、と彼は付け加えました。観光、農業、工業の主要セクターへの投資不足のため、貧困がミンダナオ島の大半を占めています。戒厳令の解除により、外国人とフィリピン人の投資家は、戦闘によるダメージをほとんど恐れずに、安心することができるとセビージャは述べました。また、外国大使館に旅行回避勧告をやめ、外国人観光客を引き寄せるよう促すこともあります。政府の投資委員会は、ミンダナオへの登録投資は4月時点で合計18億6000万ドルであると述べたが、これは主に政府が承認したプロジェクトによるものです。政府は特定の危険地帯に重装備の軍隊の存在を維持するかもしれない、と複数のフィリピンのマスコミは言います。そして、警察と軍当局はスール州のようなスポットは戒厳令の後にもまだ、治安部隊の重装備の存在を必要とする、と信じていると、国内ニュースのウェブサイトフィルスター .com がレポートしました。フィルスター .com は、観光客をおびかいすることで知られるフィリピンの反政府グループであるアブ・サヤフは、戒厳令の下で、衰えているものの、州の農村部に拠点を置いていると12月12日に報告しました。広範な静穏にもかかわらず、待ち伏せや爆撃は続いている。例えば、アブサイヤフによる12月4日の攻撃では、10人の兵士と3人の警官が負傷しました。軍は、彼らがチェックポイントを維持することを保証しているので、
彼らが完全に撤退はしない、とカノイは彼女の都市について説明しました。それで、それは意味論の問題だけかもしれません。彼らは、戒厳令はもうない、というつもりですが、見た目はまだそこにあり続けるでしょう。以上です。ありがとうございました。リッスン 2VOA でした。